夜明け前の午前5時半、暗闇の中から1台のワゴン車が現れました。ありがとうございます。降りてきたのはインド人の介護スタッフです。勝山市北谷町にある特別養護老人ホーム桜荘では15人のインド人女性が働いています。朝早いな、辛くないですか？仕事だから頑張ります。桜荘では介護士不足を解消するため看護師の資格を持つインド人を特定技能労働者として雇用しています。特定技能制度は日本国内の人手不足を補うため専門の知識や技術を持つ外国人を受け入れるもので、桜荘のインド人スタッフも日本人と同じ労働条件で働いています。半年間日本語や介護を学んだ彼女たちは桜荘に高く評価され採用されました。15人ものインド人が同じ施設で働くのは全国でもとても珍しいということです。味噌汁です、どうぞ。朝の仕事は朝食配膳、介助、自分で食事を取ることができない入所者に名前を呼びかけながら食事を口に運びます。また食事のタイミングで薬を飲ませたり、食後は口腔ケアも欠かせません。食事の後は一定の時間を待ってからお年寄りを部屋で寝かせます。もう少し残っています、頑張りましょう。4年間の看護師経験があるレシュミさんです。食事介助の合間に洗濯物を運んだりベッドを整えたりと大忙しです。災いが出てくる。利用者さんが食べた量、朝ごはんの量を 入力します。レシュミさんは介護の仕事に加え日本語能力を高めたいと努力しています。私子供の時日本の文化が好きだから日本に行きたいとずっと思っていました。勝山弁も今慣れてないので頑張ります。毎日毎日少しずつずつ勉強します。インド人スタッフたちはお年寄りの水分補給や昼食介助の準備など大忙し、慌ただしく午前の仕事が終わりました。インド人スタッフに昼が来た。インド人の昼食はやっぱりカレーですよね。それぞれが前日の夜に手作りしたカレーを弁当にしているんだとか。この日鶏肉をメインにしたカレーを持参したレシュマさん。インドから持ってきたスパイスで作ったカレーと日本の米で炊いたご飯を少しずつ味わっています。でも日本にもスパイスあると思うんですが、日本のものじゃダメなんですか？スパイス辛いです。とってもインドのカレーはちょっと辛いです。スパイスでインドから持ってきた？持ってきたスパイスです。こっちにはない。こっちにはちょっと違うです。ですからインドから持ってきた。いってらっしゃい。午後インド人スタッフがお年寄りを順番に移動させていました。向かった先は浴室です。入浴を終えたお年寄りの髪を乾かすなど手際よくお世話をしています。お年寄りたちとエプロンを畳んでいるのはシャンムさんです。私の友達友達でね、シェイシェイに思います。シャンムさん、お年寄りが家族のように接してくれるのが嬉しいと話します。
昨日はおやつあげるとき私にあげて食べなさい食べなさい一口だけ食べなさいドキドキしますね。看護師の勉強を続けて看護師の、先生になりたいです。ここ、覚えたことはここ行って私の学校に教えたいです。着替えしてるかな。まだ午後3時過ぎ、午前5時半に出勤した早番のスタッフが帰る時間です。だいぶ名前覚えました。わからん、全然わからん、3人しか知らん。自分にも覚えられてI have a pen、oh. I love you この日も明るく仕事を終えたインド人介護スタッフたち。大丈夫。日々さまざまなことを学びながら今日も忙しく働いています。